どうも菊間です。新ポケのコタージュマックスが出たということでやってまいりました。あのプリプリしたやつですね。今回色違い対象のポケもかなり脇いいですよね。毎回これぐらいでもいいんですけど、ハンバルも無視していく。あ、こいつですね。やりました、ありがとうございます。金髄でいきます。ゲットです。ああ、コタージマックスでした、ありがとうございます。というわけでユリアのコタージマックスゲットでした。情報ありがとうございました。というわけでね、今日私が申請したポケストップは受理されました。で、宮橋公園に一つポケストップが増えます。しかも念願の反対側です。承認のメールが来てから翌日の早朝にポケストップができるそうです。だからもうできてると思います。だからそれを見に行きましょう。レッツゴー。その前にね、イオンのマックに黒卵があるのでそれをやりたいな。やっていきましょう。とりあえずイオンで時間潰し。あ、今日トミカの発売日だ。それを買っていきましょう。忘れてた。買ってきました。そんでもってもうすぐ孵化です。イオンならね、20分ぐらいすぐ時間潰せます。ただ周りに人がいないのでちょっと心配です。一応民ポケにも登録しました。多分大丈夫。4、3、2、1、0、スタート。お、よかった、コバロンだ。一瞬ね、ボロトロスが頭をよぎりました。ここからね、もう一店舗のイオンに行って、そこでもトミカを購入してから宮橋公園に行こうと思います。その方がいろいろ回れますからね。何かしら目的がないと、買い物でもね、目的がないと向こう行かないですからね。そしてあわよくば何か新実装の色違いをゲットです。新実装はですね、あれしかないですけど、ヤジロン勝利です。1685。CP 的には微妙ですが、色違いならもうバンバン剤です。いやー、出なすぎでしょこれ。ゲットです。じゃあ次は向こうのイオンへ行きます。トミカ買ってきました。そんでもっていいタイミングで宮橋公園に黒田の方が2連です。なんか前見たような光景なんですけど、あと11分です。帰りにパチュータスクも拾っていきます。イオン近くの図書館のジムで小腹もできました。ちなみにさっきの宮橋公園はガセでした。まあ通報したのでそのうちバンされるでしょう。ここまで来たら大宮駅前行ってもいいような気もしますね。でも午後から雨になるっていうね、元気姉さんから聞いてるんで、どうなのかなっていう。勝利です。うわー、 CP が見えない。色違いよー、来い。カカオゲットです。ここは普通の公園だから無理かな。バンされてるこの人。ミンポールさん対応はね、早いからね、ありがたいです。私の名を語ってね、登録していた人がいて、ミンポールさんに問い合わせたら、それなりの処置をさせていただきますって。さらに広さが増した場合は、バンじゃない、法的ね、さらに厳しい対応をするということだったので、心強かったです。まあ、IP アドレスとかね、登録されちゃってますからね。大宮駅前まで来ちゃいました。
そこまで来たらもう大宮の花目と花の先ですよ。そんなこったんない。モンシャイニー、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 マイライフイズモンシャイニー。おい、だんだん桜散ってますね。では行きます。ここのはね、多少過直じゃなくても大丈夫そうですけどね。常に急いでしまう習性です。勝利です。ここで色違い来てくれ。ボールは19個隠し、レイド泡があったらな。あったとしても期間が短いから困るはないですよね。ゲットです。うい、ここまで来た場合がプロタノがそんな出てない。ここはなんだ。あー、ここかモナリザか。モナリザ行きますか。モナリザ、モナリザ間に合いました。果たしてここは人いるんだろうか。ゲートのねイベントの時しか来てないんですかね。それらしい人が若干、大丈夫そうですね。お、コバロン出てる。寄ります。お、もう8名。オッケーです。どうせ桜の下でやりましょう。季節感があっていいですね。まさかここまでことはな。あと40分後ぐらいで大宮駅前で会うんで、それやります。なんか火ついてきました。勝利です。1679下がったな。でも色違いだったらよしです。よしがいカモン。ガクシ決定です。大宮の駅前のこれをやって帰りますか。ないやん、ないやん、ないやん。みんなボルトロスかつってため息ですよ。てっか、しょうがあるまい。個体値100を目指して頑張りましょう。おお、なんか風が冷たくなってきました。明日雪降るらしいですからね。こんな遅い雪は珍しいです。うりゃ、全然普通の CP っていうね。おお、クリティカルゲットです。よかった、早めのゲット。イライラせずに済みました。これでね、三橋公園のポケストップを確認して帰ります。本当はそれで、本当はね、来るまでは三橋公園のポケストップをね確認するぐらいだけだったんですけどね。何がどうしてこうなったっていう。いや、まあ単に色違いをね、色違いが欲しいからですけど、全然黒玉なしと。勝者のみが勝者できるのよ。これ強いやつかな。
あ、強いやつです。いけるかな。うわ、これはやばいな。ワンギがやばい。このパンチ、ここでワンギの打ち落とすがちょっと働きますね。あ、行きそうです。行けですね。頑張れ頑張れ。オッケーです。なんとか勝てました。これでこの万能パーティーであらかた勝ったんじゃないかな。覚悟しなさいも含めて、バンギーメタグロスメタグロス万能パーティー OK です。ゲットです。これはサッカースタジアムですね。どうすべきか。こっちの SL へ行くか、サッカースタジアムへ行くか。 SL ですね。 SL 行きます。いや、バッテリーがねなくなっちゃってね、困ったと思ったらね、このライトのバッテリーが使いました。これ充電できるんですよ。大容量バッテリーのライト。助かった。これ買っといてよかったです。帰ると言ったな。あれは嘘だ。海駅前からね、ちょっと離れたところの SL にやってきました。ここすぐやった後、駅前の松清に行きます。快直には間に合いませんけど、駅前なので大丈夫でしょう。この小さな公園、逃げ回ってますね。もういい加減にロシア来てほしいな。松木終わった後、さらに西口のねセンタービルにも黒卵があるので、それはそれもやってきます。では色違いよー、来い。あと2回チャンスがあります。お、一発ゲットです。では松木行きます。やばいね、空気は不穏な感じになってきました。嵐でも来そうな感じです。まあ実際は雪が降るみたいですけどね。3名これ含めてあと2回チャンスあります。何かおかしいのかな。こんなに色違いでないのおかしいですよね。 OK 勝利です。行きます。ゴー、かっこいい。 OK とです。おお、そんなでもですね、そんなでも。次は向こう口、向こうですね、11分。どっちから行った方が早いのか。大江橋ですね。珍しい野生のメタングです。変わったの出てきましたね。やばいですね、いよいよ雨が降ってきました。急いで帰らないと。コバロン頼むよ。ああ、よかったよかった。おお、もう13、早いな。これでもう終わりですね。明日は雪なんで動けないですね。色違いよ、頼む、来てくれ。ノーマル。ひどいな、これ。ゲットです。
ういこれでもう終わりです。まあ宮橋公園とかにねあったりやりたいとこです。16時43分、これは無理です。もう雨が降ってきちゃうよ。ああ2連続切るんだ。16時13分、向こう側だ。ああ17時から 90% ダメだ、これは撤退だ。撤退命令出ました。まあ、雨じゃなければね、あと2000やっていきたいとこですけど、もう無理ですね。ここ桜並木通りです。前もっとね枝ぶりがすごかったんですけどね、切っちゃったんですかね、多分。なんか寂しくなっちゃいました。うわーやっちまった、矢代の色違いゲットしてた、ポチってたキラキラすると見たかったな、やっちまった。ガクシ、雨で急いだからね。とりあえず矢代の色違いゲットです。新しいポケストップできてます。やりました、念願のこっち側です。白い輪っかついてるとこです。あそこですね、ちょっと入ればタップできます。やりました、屋根に風見鶏のある東屋ここ私です。やりました。そんでもって相棒もあれ新しい場所に行く、まあ後で着くでしょう。 OK です、やりました。というわけで早く帰りましょう。結局コバロンの色違い出ず、ヤジオンの色違いをポチってました。なんだかなって感じですけど、まあいいでしょう。この辺がねさっぱりなんですよね、難しいところです。というわけで長い動画ご視聴ありがとうございました。最後まで見た人いるのかな。どうもひこぼねです。見てくださいこの雪景色を。でね、ここではないんですけどあれが光りました、これです。野生のルナトーン、ついに切りました、やりました、2匹目来ました。こんな一気に来るとはな、わかんないもんですね。ゲットです。参加表明3人だから心配してたら結構集まりました。お、コバロンだ、よかった。今無心でした。ボルトロスのな、ボルトロスの恐れもあるからね、勝利です。気持ちはいいよ、濃い頼む、来てくれ。あ、念が強すぎるのかもしれない。ここは無心に、んなことできるわけないよ、できるわけないよ。お父さんは愛されてそうだ、うわっ、出なすぎだよ。火の用心の音です。ゲットです。